皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はフェイトゼロの18話でございます。そして今回はですね、ちょっとティーちゃんのこと見えるじゃないですか。ちょっと可愛いじゃん。おー、動画に入りますとティーちゃんいなくなるので、皆さんバイバイ、ティーちゃん。はい、入りましょう。Let's go, everybody! なんかの島ですね。あれ、フェイトゼロってこんななんか島で遊んだりするようなアニメだったっけ？ケリー、こいつが人殺しのやつだったっけ？違うな。あ、これ黒峰綺麗の話、若い頃だったり。そんなことないよね。今この子供たちを殺したりしないよね。OK、 普通にジャンプして入った。でも高い高いところができたね。そりゃすごいね、ケリーってやつ。これ何？これフェイトゼロだよね。ケリーはさ、この島の名前の由来って知ってる？うん、ああ、有馬語ってカニのことでしょ。ここカニって名前なんだね。どこだろう。この島は海の神様にお供えをする場所でね。うん、東南アジアっぽいけど。病気の母親に食べさせるものがなくて困っていた女の子がつい神様の供え物に手をつけてしまった。そうか、女の子はたたりに会ってサワガニの姿に変えられちゃったんだって。ああ、そういうひどい話だけど、まあとりあえず神に渡してるものを食ったらあかんよっていうストーリーなんだろうな。不吉だなんだって。ほう、なるほどね。それでみんな僕には普通、この二人はその屋敷に住んだりするから、お前はよそ者？私の弟みたいな扱いで。あ、じゃあ二人ともよそ者じゃない？ん？どっち？ケリーもすっかりこの村に馴染んだね。そう、来たばっかりの頃はそりゃいじめられてさ、変な名前って。綺麗だったから。それ初めに言ったのシャーレじゃないか。ケリー、ケリーって呼び方だってさ。だって君の名前って本当に黒峰。ケリー、ケリー、キリツグ。ああ、ケリツグ言えてない。キリツグの話やんかい。そっか、こいつか。でも頭似てるわ。オッケーオッケーオッケー、超理解。なるほど、彼は魔術師的な、なんだ、育ちじゃないんだから。父さん、それ新しいの？あ、パパはここに引っ越したんだ。これでちょうど100体目の実績だ。でもパパがめっちゃ魔術師っぽいね、それ。この花ずっと枯れないんだね。すごいね。流れを操作してあるからな。これ以上成長することはないが、枯れることもない。あ、これ問題は切り継ぐが使える魔術じゃないかよ。時を止めたりするやん。なんだい、お待たせ。できたんかい。シャーレ、それ見て見て、自分も作ったん。シャーレが助手の片手間に見よう見まねでな。じゃあ魔術使えるやん、シャーレも。彼女にはやはり魔術の素養があるらしい。みたいですね。ほとんど先生にやっていただいちゃったじゃないですか。私は最後ちょこっとやっただけで。でもすっごいよ。ねえ。ねえ、父さん。キリツグその才能あまりなかった？シャーレがやったやつ、僕もやってみちゃダメ？いいね。ケリーも手伝ってもらえばさ、できるよ。ダメだ。おっと、こういう感じね。お前にはまだ早すぎる。年の話なのか。遊びではないんだ。遊びではない。危険か。シャーレだって知識と経験をきちんと積んだと判断した上でやらせているんだ。なるほど、シャーレ結構、じゃあもう経験は血は揃ってるってことやな。魔術師のレベル2とか3まで上がってるんかな。
先輩、どうして分かってくれないんです？何？みんな先生のこと誤解してるんですよ。いいから、シャーレ。どんな人や？この屋敷に行くのはやめなさい。トムスさられてる。中で話そう。で、ここにキリツがいたから。あれ、どうしたのって。ちゃんと村の人と付き合えばいいのにな。それができないんだよね。どうかな。コーラ飲んでる。シモン神父とか先生のこと目の敵にしてるからね。嫌いなんだ。説教食らうんだよ。あのお屋敷で働いてたら、いずれ悪魔に見入られるって。ほらこれ、肌身離さず持ってろって神父に押し付けられちゃった。わお、すごいね。タントもらったんだ。すごいね。シャーレはさ、怖くないの？父さんのこと。全然。確かに魔術の研究なんでさ、普通じゃないかもしれない。普通じゃねえよ。先生の知識や発見は、この世の中って普通にみんな魔術のこと知ってる。大変なのばっかりだもん。むしろすごい人だと思ってる。うん。OK。な、なに？食っとる。スイカ？スイカ。なかなか使いやすいよ。使っとるやん。じゃあまた明日。なんかやべえことが起こりそうだけどね。花をずっと咲いたままにするなんて、本当素晴らしい魔術だよ。シャーレーだってやってるじゃないか。私なんか花止まりだからさ。先生はもっと先に行ってるよ。え？先生の薬なら人間の死は存在しないのと同じになる。何？私はさ、やっぱり先生の力を世の中のために使ってみんなに分かってもらいたかった。なんか怖い話になってきたんだけど。先生はそれ諦めちゃってる。でもケリー、君ならきっとできると思う。なんだ？待って。一番弟子はシャーレーじゃない。時を止める魔法。それをやるとしたらシャーレーだろ。僕じゃない。私は弟子なんか。ホムンクルスとかに使える。先生、助手がいいところ。雑用係、お手伝い。死んだ。弟子でも何でもないのよ。シャーリー。だから神父に先生のこと悪く言われても何も言い返せないわけ。死んだよ。君は間違いなく先生の後継ぎなんだよ。今の研究はいつかケリーに引き継がせるために準備してるものばっかりなんだから。なるほどね。ちょっと早いってだけ。でもなんかすげえやばいことは起こりそうやな。すぐに。ちょっと来て。なんだい？どうなしたいや、シャーリー。ここにいる間、キリツグのパパのラボとか全部燃やされたりすることはないかな。フラグ的な。どんな大人になりたいの？暗殺家じゃないでしょ。引き継いだらどんな風にそれを使ってみたい？世界を変える力だよ。いつか君が手に入れるのは。そう、世界を変える。君ならできる。私が保証する。エミア・キリツグ。それは。だったな、名前。そんなの内緒だよ。内緒かい？考えてないだけとか。じゃあ大人になったケリーが何をするのか、私にこの目で見届けさせてよ。どういうこと？それまでずっと君の隣にいるから。ん？いい？これはどういう誘い？恋愛的じゃなさそうやけど、この子はちょっと恥ずかしくなってる。ちょっとツンデレー。え、水に投げたり、あ、してないね。オッケーオッケーオッケー。だけどすげえやばいことが起こって、ケリーの骨を取られて銃の弾にされちゃうじゃんか。昨日私の工房に入ったりしていないだろう。入ってないよ。そうか、誰かが入った。キリツグ、今日は村に行くな。え、とにかく家から出る。来た。なんだよ。いや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 、わかる、わかんないか。
でもとりあえずやばいことは起こりそうだ。シャーレな、今日来れないよ。村人はみんな、うわー、行ったらあかんやん。うわー、ダメダメダメ。シャーレ知らない、子供たちを知らないよね。何が起こってるか、おたらに見かけた瞬間に、シャーレ、やばい、おたらはみんななんか違うところにいるとか、シャーレどうなってんだよ。何？何今の音？テスト？おい。え？お前どうしたんだ？人殺したの？今の鶏。あの二人の子供を殺したの？え、これシャーレじゃね？おい、シャーレだろ、これ。マジで悪魔入ったんじゃない？悪魔じゃないけど。あれだろ。パパが変な実験させてるんじゃない？おい、ダメじゃん、勝手に飲んだでしょ、変なもの。殺して、殺してと、それでお願い、お前大丈夫？殺されないといけないの、これ。何に変身するの？ケリーできるわけないでしょ。今人殺しじゃないから。自分食ってる、自分を抑えるために自分を食ってる。掘って逃げただろうな。本当にシャーレだったのか。ケリー、ひとまずお前はここにいなさい。私は村に知らせに行く。いやー、これパパが悪者扱いになるでしょ。外にいた。おい、ゾンビができてるやん。これゾンビ病みたいなもんだろ。お前がどん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 感染していってる。クソゾンビちゃん。オーマイガー、お前のパパがその花をゾンビ化させたんだね。人間に同じようなことをしようと思ったらこの通りゾンビになっていく。そして教会の人間がゾンビの体罰しに来てるんだ。キレイと同じような存在じゃねえかよ。同じもの持ってる。キレイは3つも持ってたんだけど。ウォー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 、ここを全部燃やすんだな、この小さな島。え、これパパじゃね？今のパパじゃなかった？とりあえず燃やすんだろう、全部燃やし切るのだ。ケリー、お前も殺されるんじゃないの？神父さんも。What？
いやでも助けられそうね。今パパなのか教会の人なのかわかんないんだけど。何これ。わお、かっこいいな。え、でも拳銃とか持ってるやん。この教会って拳銃使ったりするの？この女の子だよね。服装からにしては。やめなさい。違うってばよ。俺たち友達だ。いる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 。ちょっとシモン。自分の心配が先じゃないのかい。この女じゃないのか。骨を。でも教会じゃなさそうじゃない。せやろ。今日は村に行くなってそういう意味だった。坊やも聞いたことぐらいあるだろう。パパは連絡したんじゃない？だから来た。私たちは奴らを使徒って呼んでる。使徒。使徒。血を吸って仲間を増やす。この島の連中、今じゃほとんどが使徒になっちまった。使徒。その大掃除中ってわけ。やば。あの村では2つのグループが使徒退治に精を出している。一つは聖堂教会の代行者。こっちだね。神に背いた罰当たりは皆殺しにしていいと信じて疑わない連中だ。もちろん使徒なんて見つけたら容赦しない。血を吸われているかもしれないというだけで皆殺しさ。だから自分も殺されるんだね。こっちは一方の魔術教会はちょいと説明が難しいんだが、そもそも使徒なんていう奇烈なもんを生み出したのが誰なのか、その秘密を独り占めしたいっていう連中だ。パパね。当然独り占めがモットーなわけだから、うん、他に事情していそうなやつは残らず殺す。え、こ徹底的にしよう。こいつは殺されるってやつね。村に火をつけたのはこいつらだね。オッケー。で、お前はどっち？どっちの味方なんだ？どっちでもなさそう。私は魔術教会相手のセールスマンさ。ほう。さ、営業か。こっちの質問にも答えておくれ。封印指定の魔術師を探してる。魔術師。封印して。パパのことなんだろう。今回一番初めに使徒になった人間、そいつが使徒になるための媒体って言えばわかるかね。使徒家の引き金になったもんだ。そいつを作り出した悪い魔術師がこの島の。パパ悪い魔術師じゃないよ。なんか変な勝手なものを飲んだじゃん。いやでもめっちゃ悪いやつかもしんね。超お金持ってる。おっと、パパ逃げようとしてるな。ワンちゃんパパはもう逃げてるかもしんない。燃やした。ああ、切り継ぐ。無事だったか。本当によかった。村には行くなと言っておいただろうが。全部消化した。研究。切り継ぐ。なぜそれを。ママを蘇らすため。自分に魔術を使った。いや非常に残念だが、起きてしまったことは仕方がない。図らずもシャーレは早々に答えを出してくれたということ。やばいなパパ。いずれ僕のこともシャーレのように。バカを言え。吸血衝動を抑えきれない人かなど失敗だ。いい。ヤの探求にはどうあってもクオンの時がいる。死せる運命に縛られた肉体では根源は遠すぎる。根源の話また来た。見だったが、どうやら結果は完璧。こっちも根源を探している。根幹から理論を見直さなければ。切り継ぐ。この話の続きはまた今度にし。お前一切気にしてないんだよね。逃げられるの？今から。無理でしょ。こともあろうかと。以前から南側の海岸にモーターボートを隠しておいた。マジかよパパ。お前すクソみたいなやつやな。ほんまに。お前に荷造りさせている時間はない。さあ僕がやる。
森には結界が張ってある。え、それもかなり手。俺が殺すんかい。結界を解くのには時間がかかる。でも僕なら入れる。僕がやらなくちゃいけない。俺が殺すってことね。今刺したパパを、まあ、間違いなくパパがいろんなところに転々してて、たくさんの人を作って逃げる運命だったでしょうね。根源を探すクエストがためで。ケリーはさ、大きくなったら何になりたい？でも殺せるのやばくね？自分の父親こんな簡単に。いや、手を震えてるよ。簡単じゃないのは分かってるけど、それでもできる人って限られてんだろ。できる人だったんだね。入っとる。モーターボートで逃げた。割と簡単に突破できたみたいね。怒ってるのか、あんた。あんたが間に合うかどうかは運任せだった。この人は逃げたらまた違う場所で人の研究を続ける。はい、必ずそうだ。子供が親を殺す理由としちゃ芸の芸だよ。あんた、いい人なんだな。島の外までは連れ出してやる。後のことは自分で考えろ。何か持っていくもの。何も持っていかへんな。うん、何もいらんわ。この研究ごと全部燃やしとけって。シャーリちゃん、そんな運命あったんだね。運命っていうか、そんな過去あったんだね。わお、遠い記憶。今回かなり違うくない？なあ、かなり違うなあ。この18はかなり俺好きやったかもしんない。なんかね、ブラッドプラスみたいなアニメって昔あったよね。ブラッドプラス違うかな。ブラッドプラス、日本語でこれをなんて言うの？あ、ブラッドプラス合ってる。なんか、ブラッドプラスを思い出すような、あ、やっぱり沖縄だった。そうそうそう。なんか、こういうちょっと東南の雰囲気をするんだよね。あと、ブラッドプラスもなんかゾンビだじゃなかったっけ。なんかいいな、このアニメってやっぱり。すべての私の身を捧げるようなアニメちゃうかと思ってる。めっちゃええわ。そんな過去があって、こんな女に自らついていくって決心したんだね。殺し屋になると。そういう多分、悪い研究をしている魔術師を殺したいっていう気持ちがあったんじゃないか。あの島から僕を連れ出したナタリア・カミンスキーの夫で過ごした。この女も自由を使ってる。ナタリアと同じ道、すなわち狩人として生きていくということを意味する。え、次もこの話の続きなのかな。皆様面白かったら高評価またはいいね、または登録の方をお願いします。そして次もちゃんとやりますので、ぜひぜひぜひご覧いただければというふうに思います。ではでは皆様 Come back again please. Until next time. Bye bye.